はい、撮影を始めたいと思います。今日2軒目の場所に移動してきました。まあね、ここはもう背後検索地図にも載ってあるし、もうすでにね YouTube の方で動画に上げてる方が何人かいらっしゃるので、まあ、別に、まあ、新しい物件ではないですので、まあ僕がただ個人的にねまだ来たことなかったんで、来てみて、でついでに動画を撮影したということになります。でまあここはね、名前がリゾートホテルの名前だから、まあラブホとかじゃないんだろうけど、なんか作りがチャチ。ただもうやっぱりいろんな人が来てるみたいだから、もう荒れ放題だね。窓はほぼほぼ全部割れてるし、まあここフロントでしょ、おそらく。フロントもなんか作りがチャチーな。まあここがロビーなんだろうけどね、もう何がなんだか、こんだけ荒れてるとさ、ほらもうフルオープンだもんだって窓がね。まあ開放的でいいけど、ベッドのマットも全部ね、これロビーでしょ、おそらくここ、こっちに全部引っ張り出されて放置されてます。やっぱりね、リゾートホテルっていうのは本当みたいね。っていうのもちょっと行くね、向こうの方に。足場がさ、ここほら、リゾートホテルっていうだけあって、なかなかの規模のプールがある。いやすごいねこれ。まあおそらくどうだろう、25メートルあるのかな、これ。20メートル、まあちょっとちっちゃめだけど、普通にプールがある。で隣にゴルフ場でしょ。まあリゾートって名前がついてるのはね、なんとなくうなずけます。名前がいいんだここね、ダイヤモンドリゾートだって。でもね、そんだけの名前がついてるにもかかわらず潰れちゃうんだからね。まあちょっとどんな規模かね。まあここ過去にね動画撮ってる方もいらっしゃるので、まあ今回はね、まあ僕の動画ですし、まあ僕の個人的な目線で解説しながら回ってみたいと思います。じゃあまずフロントから行こうか。もうだけど備品っていう備品はないよね。あ、でも意外と残ってる、なんか。ここは厨房か。厨房設備。あ、思ったよりでも残ってる。なんか競馬予想したの？これ、いつの？2008年。2008年の競馬新聞があります。なるほどね。まあ厨房機器はまだそのまま残ってるね。でも意外と、へえ。これがでもさ、古いものなのか当時のものなのか新しいものなのかってちょっと区別がな。窓ガラスがもうすげえ。これ食洗機かな。あ、違う、グリルかなんかか。冷蔵庫、流し、そうだね。ちょっとまあ一回、どうだろう。もうだけどフロントに、いや向こうゴルフ場だからさ見えないか心配。ちょっとね、客室の方行ってみようか。1階に客室あるのか、ここすごいな。でも
ここ地下もあるんだ。じゃあまあとりあえず1階をね重点的に。フロント喫茶バーテニスコートゲームコーナーがあんの。あ、ここ食堂だったんだ。あ、まあ厨房の横だもんね。で窓越しにプールが見えると、そういうこと。ゴルフ場で歓声が上がってる。はあ、あれ、ここはフロントじゃね。だってそうだよね、あれ、これ鍵置き場がある、クロークの。ここが受付だ。誰かいる？もうね、こういうとこで人に会うのが一番怖いんだわ。ここ何の部屋だろう。ちょっともうね、あ、でも一段下がってんのか、ここ。何の部屋だろう、これ。わかんない。何の部屋ここ。あ、部屋のね、見取り図が書いてあるわ。1階。ん？玄関、あ、厨房でフロント、あ、ここ喫茶ルーム？ちっちゃ。便所があって、そうか。ちょっと待ってね。こういう作りらしいです。なるほどね。じゃあまあ、とりあえず順々に部屋見ていて。部屋めっちゃあんな、ここ。なるほどね。ちょっと、電気強いな。強力なね、ライトを最近買ったので、ちょっと、だいぶね、照明的には便利になったんだけど、あ、ここだから喫茶ルームの厨房になるのかな。うわ、すげえな、ここ。荒れてる。なんか音がするんだよね、この先。何の音がする？あ、水漏れか、ひょっとして。ああ、なるほど、雨漏りしてる、その音だ。いや、すげえな、ここ。部屋の中にあったマットっていうマットは全部外に出たんだね。雨漏りもすごいけど、はあ、この音だ。どっか雨漏りして、え、マジで？これピアノじゃん。え、嘘。うわ、これアップライトのピアノ。マジか、もうここまで来たら修復絶対不可能。へえ、あ、リゾートホテルだもんね。だけどさ、グランドピアノとこ行ったらいいのにね、それだったら。ピアノが朽ちてる、もったいなーい。へえ、これなんだ、あ、これ当時のテレビ？うわ、めっちゃでかい。シネマビジョンって書いてる。ナショナルの。これ当時高かったんじゃない？これ。へぇー。いやー、でもピアノが朽ちてんのは初めて見たな、廃墟で。へぇー。ここも夜来てる人、うわ、ここなんか嫌だな。上からポタポタ水、廃墟水が。
首に入った。いやもうここちょっとやべえ、雨漏りが。これ客室ここ。いやもうこれ 何が何なんだか分かんないんだけど、客室なんだろうねこれはきっと。いやここやだな、上から水がポタポタ垂れてくる。あーなるほど、だから客室だね。さっきのあのホテルの見取り図見たら、え、でもこんな部屋、え、こっち何か続いてる、何これ、え、これどこ行くの。あ、プールに行くとこかな。ちょっとまあとりあえずこれは後で行くとして、ホテルの中をね探索しましょう。形が変だな、ここリゾートホテルにした。なんか壁紙も安っぽいしさ。っていうかここ、あ、そうか、ここ通路あるし、ここ部屋じゃないね。ここに書いてあるわ、ほらほら、自販機コーナーだって。こういう感じね。えそっか、自動販売機があったんだここ。そっか、こっち非常口、従業員室、従業員室がある。ん？この従業員の控室狭。もうカプセルホテルがちょっと大きくなったぐらいの大きさだよこれ。いやすげえな、口方が。従業員室ねえ、もう荒らされてる。うわ、でもテレビがレトロだなこれ。ちょっと待って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 、これこんな危ない、どうしよう。ほらすげえレトロ。ちょっと待って、これもう電気がね、ねえ、これ三洋のこのロゴは古いよね。レトテレ、あれなんか木戸カラーって聞いたことあるな、これ昔。そうそう、日立のコマーシャルでなんか木戸カラーってなんかちっちゃい頃見た気がするな。すごいな、こういうテレビってさ。地デジのあのチューナー使えばやっぱまだ今でも使えるのかな、このテレビ。まあ、使う人いないか。液晶 4K テレビがもう10万切る値段で売ってるもんね。いや使うやついないか。いやこれすごいな。あ、スロットだ。そうか、娯楽室とかもあったんだね。ゲームコーナー。これ何のタッチするだろうこれ。ねえ、フリッパーって書いてあるけど。テレビがレトロ。おそらく従業員の休憩する部屋だったんだろうね、ここは。ここも従業員室だもんだって。へえ。まあ、寝るだけだね。だから、シフト制だっただろうし、もうちょっと休憩するためだけの、そういう部屋だったんでしょう。こっちが1階の客室？いやこの少年サンデーとか、これいつの、そもそも。ああ、平成12年の6月号。古い古い。当時のだろうね、これもね。何これ。大石だ。ジュワッチだって。511号室か。これああ、もうダメだ、これ、扉が。まあだけどこんだけ空いてれば入れるか。よいしょ。
テレビがレトロね。だから当時はこれが最先端だったんでしょう。うわ、このデスクライトもさ、めっちゃレトロじゃないこれ。へえ。二段ベッド。でもさ、リゾートホテルなんでしょこれ。リゾートホテルで、この二段ベッド？もうちょっとゴージャスなイメージがあるんだけどな、リゾートってつくぐらいだから。よいしょ。よいしょ。カメラが。よいしょ。すごいね、なんか気持ち悪い、ここ。あ。なんだこれ。ここさ、ワンちゃんかな、これ。ワンちゃんのミイラがある。かわいそうに。迷い込んで出らんなくなっちゃったのかな。かわいそうに。いや、すごいな、ここも。あ、でもさ、未開封のキリンの一番搾りの黒生が落ちてるけど。あれ未開封だけど、なんか入ってない。あ、これあれか。これ、なんか入ってないんですよ。そっか。これ自販機の、見本のやつだ。そうだね。中入ってるかと思ったら入ってない。で、またレトロな掃除機が落ちてるし、ここに。テレビ3台重なってる。これに何の意味があるんだろう。うちでもさ、ちっちゃい時、こんなテレビ使ってたかな、実家。あんまりね、まあもともとテレビ見ないんで、僕、そんなにね。でも本当、何が驚いたかって言ったら、リゾートホテルって言ってる割には、二段ベッドっていうね。このワンちゃんのミイラがね、なんともかわいそうで。迷い込んで出られなくなっちゃったのかな。あ、ここトイレか。まあ別にこれといって。やっぱ金属泥棒はキッチン入ってるね。こっちが男子トイレか。まあ同じだね。バキだ、すっげえ。まあ取り立てて、でも本当ある意味さ、こんなに大量にさ、こういうレトロなテレビがあるっていうのは、これはこれで貴重なんじゃないの？どうだろうね。ちょっとでもこの二段ベッドはさ、くどいようだけど納得いかないな。リゾートホテルでこれはないんじゃない？あ、麻雀卓だ。へえ。じゃあどっかにパイとか持ってる？こっち亀。警察の巡回です。さすがに中に廃墟探索してるやつがいるとは思わないでしょう。まあだけどあんまり変わりはしないね。当時のその
ホテルの備品？これお酒の、あれでしょ？日本酒を提供するやつ。僕日本酒あんま飲まないんでね。これ多分あのステーキの鉄板を乗せるあの木の板だよね。まあ、だけどこの部屋は、厨房で使ってた食器。うわ、これ、これなんか、俺こういうの大好きなんですけど、ビールのね、ノベルティについてる商品についてる、なんて言うんだろう。この、名前が入った。これがおまけでついてたら、僕やっぱりビール6缶パック買っちゃいますもんね。これは？これは？新聞いつのこれ？2000年か。ほら、わかるかな？ちょっと光がね。2000年ね。2000年の1月3日。で、これでさっきの厨房に戻ってくるんだ。ここは従業員の更衣室。なるほど。あ、レジとかそのまんまであるか。配電盤とか、なんかそういう感じ？いや、またこれレトロだな。今日こんなの使わないよね。年賀状も来るんだね、やっぱりね。これいつの？昭和50年の年賀状。へぇー。なるほど。荒れ放題だな。やっぱこれ天井もね、外されて配線全部抜かれちゃってるもん。まあそらしょうがないけどね。だからここが事務所とか更衣室で、フロントがあるから、こっちがフロントだ。さっき見てた。この、鍵とか置くとこ。ねえ。へえ。まあ、だけど、荒れてるな。荒れてるけど、結構いろんなものがある。これなんだこれ。薬品？ねえ。テレビがさ、すごい。やっぱり。いや、もう、天井からコードがさ、垂れ下がってるから。で、一周回ってきたと。とりあえず一周回ってきて、まあリゾートホテルって呼べるのはこのプールがあるこの空間だけじゃない？他はなんかリゾートって感じしないここ。はい、じゃあとりあえず一旦ここで撮影止めて2階に行きたいと思います。2階以降はまた次の動画で、ご紹介したいと思います。それでは次の動画でお会いしましょう。ごきげんよう。さようなら。